弾丸論破シリーズ弾丸論破希望の学園と絶望の高校生弾丸論破希望の学園と絶望の高校生は2010年11月25日にスパイクから発売されたPlayStation ポータブル用ゲームソフトである。弾丸論破シリーズの第1作目にあたる。2012年12月10日にテレビアニメ化が発表され、2013年7月4日から9月26日まで放送された。2014年10月29日から11月3日にかけて日本青年館において弾丸論破ザステージのタイトルで舞台化された。超高校級と称される優れた能力を持つ高校生ばかりが集められた希望が峰学園に入学した生徒たちが卒業するためには仲間を殺すことというルールのもとに次々と発生する殺人事件を学級裁判で解決していく推理アドベンチャーゲームを主体にアクションゲームの要素を加えたゲーム作品。公式側からはハイスピード推理アクションとジャンル付けされている。クローズドサークル系のミステリー作品としての側面を持つ。希望と絶望を主軸としたシナリオ、予測困難などんでん返しも特徴となっている。シナリオを担当した小高和武は、星会社のインタビューにおいて、西尾維新などのメフィスト系を意識したポップな方向のミステリを目指したと答えている。また大山信代のドラえもん降板以来およそ5年ぶりとなる声優復帰作である。2011年11月23日には視認性や操作性を向上させる改良や追加コンテンツを収録した廉価版及び特典 DVD/CD やモノクマストラップなどを同梱した限定パッケージ、超高校級の限定ボックスが発売された。後にスマートフォン用アプリゲームへの移植版として、上記の廉価版をベースとした iOS 版が2012年8月21日に、Android 版が2012年8月27日に配信開始された。本編1章が無料となっているほか、ミニゲームの操作方法などが一部変更されている。こちらは共に2015年配信終了。2013年10月10日には、PlayStation Vita で続編との同梱移植版、弾丸論破 1.2 リロードが発売。グラフィックの高画質化と、今作部分に、スーパー弾丸論破にさよなら絶望学園にて、取り入れられた、アイランドモードにあたる、スクールモードの追加が行われている。また、北米、欧州地域でのアニメ放送に合わせ、2014年2月11日に、両地域で、NIS、アメリカから、弾丸論破、トリガーハッピーハボックのタイトルで、PlayStation Vita ソフトとして販売された。本作品に PS Vita 向けのチューニングを施し、英語テキスト及び英語、日本語にて、音声ローカライズを行っている。2016年2月18日には、PC 向け移植版、弾丸論破、トリガーハッピーハボックの Steam での販売が開始された。当初は対応 OS が Windows と Mac OS X のみだったが、2016年2月23日のアップデートで Linux にも対応した。同年4月には2作目も同様に発売された。また、当初は欧米の PS Vita 版同様にテキストは英語のみで、音声のみ英語、日本語両対応だったが、2016年8月5日のアップデートにて2作目とともに、テキストの日本語、中国語表示に対応した。開発は、スパイクチュンソフトとアブストラクションゲームズが担当。2017年5月18日には、弾丸論破 1.2 リロードが PlayStation 4で発売。2017年7月28日には DMM.com PC、ゲームフロアでも、Windows Mac OS X 版の販売が2作目とともに開始された。起動に使用するゲームクライアントが異なることを除いては、Steam 版とほぼ同内容。2020年5月21日には、スマートフォン用アプリゲームへの再移植版として、iOS、Android 版、弾丸論破希望の学園と絶望の高校生アニバーサリーエディションが配信開始された。弾丸ハイスクールも収録した上で、新たに、親密ギャラリー、キャラクターギャラリー、アルティメットギャラリーが追加収録されている。2021年11月4日には、任天堂スイッチ版が発売予定。どこにでもいそうな平凡な少年、苗木誠は、超高校級の才能を持つ、現役高校生しか入学できない、羨望の象徴、希望が、峰学園に、超高校級の幸運として、抽選で選ばれたことを機に、卒業すれば、人生の成功が約束されるという、この学園に入学することになる。迎えた、入学式の日、意気揚々と希望が、峰学園の中へ入っていこうとする苗木だったが、玄関ホールに入ったところで急激なめまいに襲われ、意識を失ってしまう。苗木が目を覚ますと、そこはすでに学園校舎の教室内であった。しかし、違和感はそれだけにとどまらず、校舎の窓は、鉄板で塞がれ監視カメラとテレビモニターが至るところに設置されて圧迫感に満ちており、校舎全体からも異様な雰囲気が漂っていた。校舎の玄関ホールに戻ってきた苗木はそこに集っていた他の新入生たちと出会うが、彼らも皆同様にめまいに襲われ意識を失っていたのだという。異常事態はそれだけではなく、玄関にはそれまでなかった鋼鉄の扉が設置され、外界から完全に遮断されており、苗木たち新入生は、希望が峰学園に幽閉されてしまったことに気づく。困惑する面々を前に現れた謎のキャラクター、モノクマは苗木たちを体育館に呼び出し、学園の中で一生を暮らし続けること、外に出たければ、誰か他の生徒を殺さなければならないという恐ろしいルールを告げる。これが、殺し合い学園生活の始まりであった。校則として存在するルールは、モノクマの一存で随時追加されていく。校内では、校則は絶対であり、たとえ、モノクマであろうと破ることは許されない。基本的には、以下のルールで殺人の捜査及び裁判が行われる。生徒たちはこの学園内だけで共同生活を行いましょう。共同生活の期限はありません。夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。就寝は寄宿舎に設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなしばします。希望が、峰学園について、調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。学園長ことモノクマへの暴力を禁じます。監視カメラの破壊を禁じます。仲間の誰かを殺した黒は、卒業となりますが、自分が黒だと、他の生徒に知られてはいけません。生徒内で殺人が起きた場合は、その一定時間後に、生徒全員参加が義務付けられる、学級裁判が行われます。学級裁判で正しい黒を指摘した場合は、黒だけが処刑されます。学級裁判で正しい黒を指摘できなかった場合は、黒だけが卒業となり、残りの生徒は全員処刑です。電子生徒手帳の他人への貸与を禁止します。殺し合い学園生活で、同一の黒が殺せるのは、2人までとします。鍵のかかってるドアを壊すのは禁止とします。他の学生との交流や、校内の探索、最終的な謎や次の事件の伏線となるシナリオが進行する。自由行動時には、仲間の誰かと一緒に過ごすことができる。裁判終了時や、探索時に入手できるモノクマメダルを使い、物々マシーンを回すことで、プレゼントアイテムを入手可能で、自由行動で一緒に過ごした仲間にプレゼントアイテムを渡すことで好感度を上げることも可能。仲良くなると学級裁判を有利にするスキルを習得したり、スキルポイントの上限値が上がる等の特典がある。事件発生による捜査パート。被害者の遺体を3人以上の学生が発見すると、モノクマが遺体発見のアナウンスを行う。またその際に、モノクマファイルと呼ばれる検視報告書が各人に配布される。そこから、事件の捜査が始まり、あらかじめ決められた証拠集めが終わるとモノクマが捜査終了のアナウンスを行う。学級裁判の基本説明学級裁判内のミニゲーム原作である PSP 版には存在せず、PS Vita、PS4 版、1.2 リロード、PC 版、iOS、Android 版、アニバーサリーエディションのみ、追加収録。声はゲーム及びアニメ版のキャスト。舞台版のキャストは、舞台を参照のこと。主人公である、苗木誠を除き、記載順は説明書のものに準じる。物語の展開上、物語が進んでいくと殺害されたり黒として処刑されるなどで生徒の数が減っていく。ゲーム本編では、以下の人物は未登場だが、捜査中にある教室にて、凄惨なある事件の名残に関与した人物が中心となっている。弾丸ラジオ希望のゲストと絶望の尾形は、ゲーム発売に先駆け、2010年11月19日から2011年4月28日まで、アニメート TV にて毎週金曜日に配信されていた、ラジオ番組である。全22回。2011年11月18日には、ゲーム発売1周年記念番組が配信された。弾丸論破希望の学園と絶望の高校生ザアニメーションのタイトルで2013年7月4日から9月26日までアニメイズム B1 にて放送された。MBS 制作のテレビアニメ作品でジェネオンユニバーサルが制作に携わるのは2007年の尺眼のシャナ2セカンドマイナス以来約6年ぶりとなる。ストーリーは一部簡略化こそされているが、ゲーム版に忠実な内容となっている。なお、番組冒頭に流れるオープニングジングルは、アニメイズム枠では、初となる、本作品オリジナル仕様となっている。セルソフト版のプロモーションでは、本作セルソフトと、発売元が同じで同年に先行して、発売されていたアメリカ映画、テッドとのコラボレーションが実施され、モノクマとテッドの、日米アリークマ共演が実現した。各巻とも描き下ろし特製デージパック仕様、描き下ろし見方せケース、全 16P ブックレット付属小高和豪による、書き下ろし短編小説、苗木誠、人生最悪の日、特典 CD 第1弾、弾丸ゲーム、白と黒基本カードキット特典 CD 第2弾、弾丸ゲーム、白と黒拡張カードキット特典 CD 第3弾、弾丸ゲーム、白と黒拡張カードキット特典 CD 第4弾、弾丸ゲーム、白と黒拡張カードキット。特典 CD 第5弾、弾丸ゲーム、白と黒拡張カードキット特典 CD 第6弾、弾丸ゲーム、白と黒拡張カードキット、弾丸論破ザアニメーション希望のラジオと絶望の尾形は、アニメ放送に先駆け、2013年6月5日から2013年10月30日まで、アニメート TV、音泉、響きラジオステーションにて毎週水曜日に配信されていたラジオ番組である。弾丸論破ザステージ希望の学園と絶望の高校生のタイトルで講演。大島渚、奥、中誠、松風正也はダイジェストでの出演。弾丸論破ザステージ希望の学園と絶望の高校生2016のタイトルで再演。以下のスケジュールで講演した。長田昌平、松尾俊、泉隆、森山千波、岩田可憐、松田咲はダイジェストでの出演。弾丸論破希望の学園と絶望の高校生ザ・アニメーションに関するカテゴリー。弾丸論破希望の学園と絶望の高校生アニバーサリーエディションに関するカテゴリー。ありがとうございます。